はい、今からでも遅くないベースレッスン講師の大沢でございます。いつもお世話になっております。このチャンネルはエレキベースとベースを趣味で生涯学習的に楽しんでいきたい通訳支援師を毎日何時間もかけて下書きじゃないんだけどレギュラー効率的な学習方法練習方法として少しでも早くまくなってセッションとかライブとか楽しんでいきたいよねという方々が都度チャンネルとなってます。よかったらチャンネル登録してみていってください。お願いいたします。本日の話題はエレキベースに関する話題で、ございます。エレキベース4弦とか、まあ、5弦とか6弦とか、まあ、ありますけども、まあ、全てに共通する話題ですので、全てのベーシストの方、見ていっていただければなというふうに思いますよ。よろしくお願いいたします。内容はですね、2フィンガーですね。2フィンガー、これ弾くときに、スラップとかピック弾き以外のときって、あとタッピングもありますけど、それ以外のときってだいたい2フィンガーで弾かれると思うんです。中には3フィンガーの方もいると思いますけど、まあ、大体のことは2フィンガーで弾かれると思うんですね。その皆さんですね、こんな経験したことないですかね。曲が速くて、2フィンガーついていけない、ね。早くて、まあ、ついていけるんだけど、そのゆっくりな曲と同じようなクオリティで弾けないとか、あとは、弦移動が多くて、ね、4弦3弦2弦とか弦移動が多いフレーズなんかだと指がもつれちゃうとか、そういった経験ないですかねっていうか、多分ほとんどの方があると思うんですよ、初心者であれば。 あるいは難しいフレーズに、挑戦している方あればほとんどの方が経験していることだと思うんですね。なのでですね、右手を超絶強化するですね、基礎練習、3選ですね、3つ今日はご紹介しようというふうに思っておりますんでですね、これを見れば、見ればってことはですね、見て、動画で、僕の動画で一緒に練習すれば、ある程度はですね、右手の基礎が身についてくるかなというふうに思いますんでですね、右手でお悩みの方、最後までご覧いただいて、右手強化していただければなというふうに思います。よろしくお願いします。はい、というわけで本日の話題は右手でございます。2フィンガーでございます。2フィンガーの強化っていうのは非常に重要だと思っています。まあ、リズム出すとこっちじゃないですか。音楽で必要な要素っていうのは、まあ、リズムとハーモニー、それから音色なんですけど、僕はね、このね、リズムってめっちゃ大事だと思ってるんです。まあ、まあ、言ったらね、太鼓だけで踊れるじゃないですか。なんで、やっぱりリズムがね、大事なんですよ。だから右手が大事なんですよ。左手でリズム出す時もありますけども、ほぼほぼこっちが、まあ、エンジンのような感じですね。こっちがエンジンなので、こっちしっかりしてればね、うまく聞こえたりします。こっちがパラ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 、左がパラ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 動かなくても、いいベース。例えば、ちょっと古いですけど、ボーイの松井常松氏ですね。まあ、あの人はピックですけど、もうゴリゴリでずーっと同じ音、まあ、ルートをね、ずーっとダダ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 って綺麗に弾くことで評価されてる人なんですよ。まあ、それ以外にもね、ダダダダって弾くだけじゃないですけども、単純な音遣いなのにすごく評価されている方っていうのがやっぱりね、いらっしゃいます。多いと思います。右手重要ですということで、本日はですね、右手、2フィンガーの強化できる基礎練習、僕が考える3選ですね、こちらお届けしたいなというふうに思っております。はい、では一つ目です。一つ目なんですけども、普通に弾くです。普通に普通に2フィンガーをこうやってね、こうやって弾いてもらうなんですけど、これ早くて追いつかない人ですね。例えばまあ、こんな早い曲ってあんまりないかもしれないですけどね。ないかもしれないですけど、まあ、ピックでもいいんですけどね。まあ、これ、2フィンガーで追いついたらいいじゃないですかっていうわけで、これが追いつかないよっていう方のための練習方法だと思っていただければいいです。綺麗なフォームで、ね。ゆっくりな時も、早い時も、同じフォームで同じ音色が出るように、っていうのを心がける。早くしちゃうとどうしてもなんか弱くなっちゃったりとか、粒立ちが悪かったりとかって、する、ことはあると思うんですね。なんで、ゆっくりな時も、はい、同じフォームで弾く。早い時も同じフォームで弾く。そのコツはですね、これからまあ練習動画流しますけども、その前に言っておくとですね、早くて追いつかない人っていうのは、結構振りが早かったりするんですよ。こうやって。こうやって。振りが大きかったりするんですよ。こうやって。なんで、テンポゆっくりなうちから、コンパクトなフォームで、しっかりとした音を鳴らせるようにする。で、これが速くなっても、同じ音が出せるようにする。
っていう風にしていくために、用意した基礎練習が次に流すんですけども、ゆっくりから徐々に速くしていく。もうそれしかない。それしかないと思いますんで、自分のフォームを鏡で映しながら、あるいは動画で映しながら、やってみるといいかもしれないです。どうぞ。はい、それでは2つ目です。さっきのは同じ音で同じ弦の8ビートっていうか2フィンガーの連続だったんですけども、まあ、これによって同じ弦の同じビートは速くできるよねっていう練習ですよね。まあ基本的な超基礎的な練習だと思うんですけど、それ以外にですよ、弦移動するときってあるじゃないですか。2弦から3弦ね、こういう楽譜の時あるじゃないですか、ね、結構多いと思うんですよ、ベース普通にポップスだと。なんですけど、その時にこのオルタネイトで人中ってこうやって、まあ、交互に弾くじゃないですか。こうやって交互に弾くんですけど、下がる時ですよ、弦下がる時、3弦に下がる時って同じ指使いません。こうやってこれが基本になってくるんですね。これレイキングって言うんですけど、つまりこの楽譜の場合は、
8音目と9音目が同じビートです。はい、繰り返すんであればこれが逆になるわけですね。中指からで人差し指で降りるっていう風になるんですね。でこれが強化できてるとめちゃめちゃ効率的なの分かりますかね。だってこう弾いたら次3弦についてるじゃないですか。でこれを振り下ろすだけなんで、例えば極端な例ですけど5フレット全部押さえてもらって、こうやって、まあこういうフレーズないですけどで弾くときってこうやって同じ指でいっちゃった方がいいじゃないですか。ちょっとピークされちゃってるかなこうやってやった方がいいに決まってますよね。これをいちいちで交互に弾いてたら間に合わないですよね。効率的じゃないですよね。っていうわけでこのレイキングを、ものにするっていうのが非常に右手にとって重要になってくるので、次はですねレイキング、ね、レイキングを習得していただきます。はい、thank you.
どうでしたかね。最後の方早くてやばいっすよね。ね、僕も弾けてない 僕も弾けてないかもしれないですよ。ちょっとチャレンジングすぎますよねという感じでですね。はい、すいませんでしたっていう、ところなんですけど、まあ皆さん頑張ってください。はい。次ですね、次は、上がっていくですね。はい。弦上がっていくフレーズって結構多いと思うんですよ。なぜなら、ルート、5度、ルート、ね、例えば、みたいなフレーズって、まああるじゃないですか、ポップスなんかで。これ、弦上がりますよね、これ。って。で、これって結構難しいんですよ。なので、これも、強化メニュー、用意したんで、チャレンジしてみてください。はい、どうぞ。はい、いかがでしたでしょうか。3つ紹介していきましたけども、この3つさえしておけばですね、基礎練習、基礎的なところは全く問題ないというふうに
思います。まあ実際はですね、ライブでやる曲とか、SNS にアップする曲とか、そういう曲のフレーズで練習するっていうのが非常に大切だと僕はまあ思っているんですけども、この基礎練習っていうのは、右手ね、今回に関して言えば、右手のこの二つの指を、この、楽器でどうやって動かすかっていうルールを体に染み込ませるためのものだと思っていただければいいです。実際の曲に向き合った時に、あれ？フィンガリングどうやってやるんだっけっていう風に、困らないように普段からこうやって基礎練習をして体にルールを締め込ませておくというものになってます。そうすることで曲に向き合うときに勝手に指が動くようになります。勝手に正しい運指をフィンガリングをするようになりますんで、ぜひですね毎日ね10分いや5分でいいですよ。5分でね、5分だけなんで、5分だけでいいんで、1時間もやる必要ないですよ。5分だけやっていただくことをお勧めしています。はい。でここでお知らせなんですけども、月に1回の課題の提供で、通信教育的にお使いいただける課題、LINE で質問し放題レッスンというのをやってますんで、実際にレッスン受けたいだけど受けれないという方、隙間時間を有効利用することでぐんぐん上手くなっていくっていうような、サービスをやらせていただいてますんで、興味がある方はですね、動画概要欄の、LINE 公式 LINE の追加ボタンがあるんで、そちらで LINE 登録していただいて、LINE レッスン受けたいみたいな感じでですね、送っていただければ、対応していきますんでよろしくお願いいたします。詳細は僕のホームページの方でチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。というわけで、本日いかがでしたでしょうかね。さっき話したからもういいやね。動画長くなるんで、終了とさせていただきます。ありがとうございました。はい、ツーフィンガーでした。